江戸川土手脇江戸川と高谷川高谷川は千葉県市川市を流れる利根川水系の一級河川。市川市東下にマグサ川を下流端とする雨水幹線排水路が流れている。上流端が千葉県道6号市川浦安線の新行徳橋に当たり、そこより東京湾側が高谷川という名称である。排水路は高谷川に接続する。 上流部は現在開峡だが、中下流部は暗渠化ないし、緑道化されている。江戸川沿いの土手脇を流れ、周囲は東京外各、環状道路延伸予定区間であるため見る用地が多い。高谷付近で土手脇を外れると、川幅が広くなり、市川流通団地などの工業地域を流れる。川幅の広い下流部1100メートルは、淡水域で、 洪水の際に一時的に貯水が可能になっている。国道357号、首都高速湾岸線、JR 京葉線を相次いで越えるとすぐに、高谷水門、高谷川排水機場にあたる。高谷橋で向きを北東に変えると、高谷水路を合わせてママ川に合流する。全区間が、千葉県管轄の一級河川に指定されている。 流域では1970年代より都市化が進行し雨水流出量が増え、低地であるため大雨により道路冠水や内水被害が発生しやすい状況にある。1971年3月20日に一級、河川指定を受け、五岸工事や水門、排水機場設置を行うなどの対策が行われたが、抜本的な対策や、雨水事業は事業主側の厳しい財政状況や、 外環道計画の影響もあり、見送られてきた。外環道の千葉区間を半近く間とする都市、計画変更を受け、1995年以降、流域への影響に関して協議がなされた。高谷、田尻地区では、従来高谷川1から3号幹線下水道により、排水を高谷川中流域に流していたが、外環道建設により分断されることになった。 また、江戸川スーパー堤防計画が浮上しだか、谷川周辺の土地利用に影響しているため、分断対策として、外環道東園のサービス道路地下に下水道幹線を新設して、下水道を付け替え、下流部にて高谷川に接続させるという結論に至った。外環道工事の進捗に合わせて、整備を進め、2017年度末に完成予定。市街化の進行で、 地盤沈下が起こり、外環道建設により、さらなる排水量増大が予想されるため、水上昇への対策を講じる必要性が出た。そのため1998年度より老朽化の進む、下流部の水門、排水機場の増強を行う事業が2015年3月まで進められた。既存の水門を撤去する代わりに、毎秒40立方メートルの流量に対応できる。 水門を新設。また既存の排水機場を撤去する代わりに、その下流部に毎秒12立方メートルの排水機場が新設された。一方で2003年8月14日から8月16日にかけての大雨により、一水を起こした高谷川の護岸が100メートルほどに渡り、水圧により、決壊、道路が陥没する事故が起きた。 五岸は1978年に施行された矢板で五岸脇に鉄板を設置することで仮対応している。隣接家屋への被害はなかったが、設備は老朽化が進み追加の五岸工事が待たれる状況である。千葉県と市川市の協議により2007年度に時間雨量 50mm に対応できるような雨水整備の方針を決め、前述の排水機能増強とともに河川改修や 淡水域屈辱を進めている。市川市側は、ママ川の北原木排水基状強化とともに、ママ川へも効果的に排水できるような流域の排水系統整備を行っている。高谷川より上流部にあたる東下の排水路は延長1135メートルで、かつては全区間排水路だったが1985年より、雨水管線として活用するため安居化する。 改修整備事業が行われた。内下流側973メートルについては1998年度までに整備がスミみン許可されている。さらに1995年度までに整備された、旧道の橋より下流部490メートルは、東下木緑道として緑道化され、地域住民の貴重な憩いの場となっている。旧道の橋より上流部250メートルも整備が、 住み案許可されているが、生活道路とするか緑道化するかで、地域住民の意見が割れ、現状歩行者通路のまま未利用地となっている。現在未整備の上流部162メートルは、開挙のままだが、東下木地域の浸水被害が下流部の整備で、すでに解消されたことや、外環道延伸、高谷川河川改修事業の計画変更の影響を受け、休校状態にある。 だが、海賊部沿いの道路は、福音が非常に狭く、また足が反茂するため早期の暗挙化、上部利用が望まれている。2004年には、暫定的に水路を挟んで逆の区域を舗装し、歩道として利用できるようにしている。利根川水系土川佐岸県域河川整備計画。ありがとうございます。